皆さんこんにちは。今回はマーダーミステリー J 殺人犯はそばにいるについて解説してまいります。人狼ジャッジメントでおなじみ空色株式会社が発表した新作ゲーム、プレイヤーはおなじみのキャラクターたちになりきって殺人事件の犯人を見つける正体隠匿系ゲームです。通常のマーダーミステリーの場合、決まったシナリオがあり、殺害方法や犯人、アリバイなどは固定で変わりませんが、マーダーミステリー J は厳密にはマーダーミステリーでなく、人狼に近いミステリー人狼ゲームです。ですので、通常の人狼ゲームと同じく、昼のターンに告発、追放する人を決めます。夜のターンでは、殺人犯が誰かを襲撃するといった昼と夜のターンを繰り返していきます。殺人犯を追放したら一族側の勝利、逆に一族を全員殺害することができれば殺人犯側の勝利となります。夜に誰かの部屋を調査することができます。全員の行動が決まるとゲームが進み、その部屋のアイテムを獲得することができます。ここで犯人と同じ部屋に入ってしまうと殺害されてしまうため、犯人が入りやすい部屋は避けると良いでしょう。夜の行動が終わると昼の議論時間です。議論は人狼ジャッジメントと同じチャット形式で行われます。夜の時間に見た部屋の情報をもとに話し合いを行い、犯人を見つけていきます。人狼ゲームと違うのは追放者を決める告発です。一族陣営は告発をすることで容疑者を追放できます。これは一族側たった一人で追放者を決めることができますが、間違っていると逆に自分が追放されてしまいます。犯人を当てるだけでなく、凶器も一致していなければ追放できないので、証拠を揃えてから慎重に告発を行うのが無難でしょう。殺人犯はアイテムがある部屋の位置を知っています。ですので、自分の部屋にアイテムがある場合、早めに犯人が自分の部屋に来る可能性があります。自分の部屋にいるタイミングはアイテムの有無を指標にしましょう。このゲームでは凶器の特定が非常に重要になってきます。調査結果により、誰とどの凶器がセットなのかを追求する議論をしていくと、一族側に有利な展開に運ぶことができます。初日の議論時間にて凶器を持っている人は積極的に情報開示をすると良いでしょう。犯人側は凶器を隠す必要がありますが、なかなかうまく隠すことはできません。特にタップしやすい位置に部屋がある場合、1日目に誰か自室に来る可能性があります。なので勇気を持って居座り、帰り討ちにするのも一つの選択です。それ以外の場合、共有スペースに凶器を隠すという手段も有効です。最後に、このアプリは iOS 版、Android 版両方でリリースされています。小説のキャラクターになったつもりで仲良く楽しみましょう。